皆さんこんばんは、歴女な番組あやです。で、以前に沖縄の新聞の動画を上げましたが、新聞記事を載せていなかったので、載せていきたいと思います。またコメントの方は朗読しますが、ただ沖縄の新聞を載せるだけです。で、都道府県、47県ありますが、あちらの世界へ行った人が日本国内で355人ということでね、必ず、県内で、1人2人はいるという計算ですよね。はい、6月17日沖縄で、打った後に2人あちらの世界へ行く、因果関係は不明、副反応の疑いも。こちらは載せるだけで、ちょっと読みますか。枠のあちら行ったことについて、厚労省は国内外で注意深く調査が行われているが、いろいろね、因果関係不明ではなく否定でしょう。事実上強制しておきながら、あっちに行けば自己責任というのはひどいでしょう。打った後に期間が短いのであれば、因果関係に関わらず国の保障が必要でしょう。どう考えても副反応でしょうが、何が因果関係不明だよ。政府が因果関係を認めたら多くの賠償金を支払うことになり、製薬会社との関係も悪化しうるなどの都合悪いことばかり。もうその通りなんですね、皆さん。賠償金がね、多額ですよね。いっぱいいますからね。多額になり、製薬会社との関係も悪化しうるなど都合の悪いことばかりですからね。今後も認めることはないでしょうね。本当に汚れた政府にマスコミ。何も調べない。政府は嘘つくわけがない。みんなやってるから大丈夫。そんな思考回路がこの国は多すぎる。そうですね。政府は嘘つくわけがないってみんな思ってますからね。厚労省がやってるから、医師もやるみたいな感じでね。全然調べてないんですよね、これもね。どの国も副反応で、あっちに行ったことに対して因果関係不明を貫いている。裏の G7 で取り決められてるんでしょう。打つのを進めるために犠牲者は黙認的なこと、打った後は自己責任、打たない勇気も必要ということでしょう。そうですね、打たない勇気が必要になりますね。打った後、打った際の説明に、ワクワクの副作用による障害などは救済措置の対象になるという趣旨の説明が、あります。ごめんなさい、切れていますね。私のこの動画にも検閲入りましたね。字がね、消し忘れるのはあるので、それでしょうかね。これはあくまでも国が、ワクワク障害の因果関係を認めた場合のみ適用されるんですよね。たとえ死亡しても因果関係はない、もしくはわからないと言われてしまえば救済じゃすら、済まされないことですよね。今世界の流れはワク打つこと、そんなところに水を させないから因果関係はないというか不明というしかがない。怖すぎてまた打つ気もないですが、そのうち、出資で反強制的に進められるんだろうな。仮に保証の契約が取れたとしても、ごめんなさい、終わってしまいました。こちらね、Who is this、WHO の、ホームページです。で、こちらにね、子供がね、打てないっていうのが書いてありますので、お医者さんもね、これまだみんな全員、ほぼ全員知りませんので、教えてあげればいいと思います。こちらですね。で、このワードを検索していくとね、WHO が引っかかりますのでね。はい、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。